こんばんは。岐阜の異端児です。はい、今ね、朝の10時。朝からやっていきます。どこに行くんやったかな？ホエミーの部屋は行ったんやな。食堂の奥に戻ればいいかな？食堂に戻って、あ、なんか鍵がある。机の上に何かがある。これは、鍵。さっきまでなかったよね。うかつに触らない方がいい気がするけど、触らなきゃ始まらねえよ。タグ付きの鍵を手に入れた。ふむ。まずい。広場から誰かが来る。え？どうしよう。隠れる。いや、銀を見つけないでな。ピシ！今の効果音もね、俺がよく使うやつやな。銀を見つけないと。てんてんてん。ごめんね、そらちゃん。え、キャッ！どっち選んでも同じかい。刑事さんに抱えられて調理室へ運び込まれた。近いね、静かに。くっ、銀。ドアの近くで足音が止まった。二人組だね。ホエミーと誰かやな。一人はホエミー。小さく話し声が聞こえてくる。取り逃がしたのか。すみません。ここに置いた鍵が。なくしたのか。はあ、まったく。諦めろ。銀は無事なのか。もう一人の人物は一体誰。ホエミーの声ってどんなやろ。いいか。みかんが死ぬのを好きにさせた。やつはデスゲームを壊そうとしている。え？わかってます。モニタールームには監視機能があるはずだろう。青い配線をつなげるんだ。しっかりと画集を見張れ。あなたがなぜそれを。それともう一つ、ノエルの頭部にあるチップは必ず回収するんだ。あのチップはこの施設のセキュリティを崩壊させる脅威だ。ノエルって誰やったっけ。セキュリティを崩壊させる。お静かに誰かが聞いてたらどうするんですか。ふふふ、楽しいことになるでしょうね。ん？それと、な、こんな時パッドが、やばい。誰ですか？逃げるしかない。逃げる必要あるんかな？別に、その場で殺し合いとかにはならんと思うんだけど。はぁ、あ、はぁ、あ。ふぅ、間一髪だったね。でも、銀がまだ。少なくともあの二人組に捕まった様子はない。てん。おまわりさんたちにできることを考えよう。できることって、あ、カードの役職やな。あー、こっちから。まず、カードの役職を確認することが先決です。さっきのうるさい音はカード交換のシグナル。そうだね。ちょ、待って。名前間違っとるよ。サラじゃなくて刑事でしょ。誰かのカードが交換されたはずだ。見てみるしかない。鍵番。4分前に2度目の交換が行われました。私は鍵番のままだ。おまわりさんも平民のままさ。私たち以外の誰かは。あー、他の人が変えても音が鳴るんか。余計なノイズがなくて助かった。よし、さっきの二人組の会話の内容を考えよう。あの二人組、気になることを言ってましたね。ああ、ノエルの頭部のチップがどうとか。それと、モニタールームの監視機能って言ってたよね。あ、ノエルってあの死んだ人形か。そうや。ちょっとお茶を飲みながらやってます。どういう機能かわかりませんが。もし全ての階の監視カメラが操作できれば。もう一度、一回乗り込んで捕まるよりはマシそうだね。行きましょう！うん。モニタールームやな。やったっけ？やったっけ？モニタールームじゃなかったっけ？違ったっけ？しまった。忘れてしまった。長い階段。嘘の間。ああ、これや。オッケー。トトノエルの頭部が転がっている。チップ、傷つけたらまずいよな。どうやって取り出したら。
頭部を持って行って調べたいけど、バレたらさすがに警戒されるよね。銀が心配だし、先にモニタールームの監視システムを調べるんかい。しまった。モニタールームでよかったやん、やっぱ。モニターが並んでいる。裏には私の写真が貼られている。ほう、で。モニターの手前には複雑な割には簡単な機能しかない機械がある。どうしよう。ケイさんに任せよう。ケイさん、お願いします。サラちゃんの頼みは断れないね。刑事さんは足元の青色の配線をコンピューターへつなげた。当たりだね。これが監視システム。銀はどこかに映ってないか。銀が映っとるのはあるか。みんな映っとるか。ん、映ってないな。適当にクリックしていけばいいか。誰かの寝室の前に人が立っている。あれは九太郎さん。部屋の主と会話しているのかな。うん。右下のモニターには嘘の間が映っている。アリスさんの遺体とトトノエルの残骸が今も残っている。アリスさん、あれ、この寝室何か変だな。お、え、なんだ、どういうこと。あれは三島先生の人工知能。はあはあ、戻りました。ナオさん、本当にこれでよかったんでしょうか。ええ、お疲れ様です、ナオさん。あなたの安全が守られてよかった。でもこれじゃあの人が。先生、私はどうしたら。私を信じるのです、ナオさん。あなたを守るために奇跡的に私は復活したのですから。私の言葉通りにね。はい。さあ、にっこり笑って明るいナオさんが私は好きです。はい。さあ、何者だこいつは。素晴らしい、いい教え子を持ったものです。どうなってる。まずいね、ケイさん。あの道は一体復活したって言ってたけど、もともとはデクがここで破壊した人工知能だよ。難しい話だよね。人工知能ってデータ的な存在だから、敵さんがやろうと思えば再生もコピーも自由なのかもしれない。そうなると死ってよくわかんないよね。そんな、もっと恐ろしいのは人格を都合よく作り変えることも可能かもしれないってことじゃないかな。てん、なおちゃんの部屋にだけモニターがあるのも怪しいし、フロアマスターは何か企んでるのかもね。そんな、なおさん、どうした。全部調べるか。左上のモニターは何もなし。ここは寝室で、ね、座り込んでいるレコさんが映っている。これか。え、じゃあねえじゃん。銀が映ってないじゃん。どうすんだ。映ってねえじゃん。え、待って、映ってねえじゃん。積んだ。え、おお、すべてのモニターをチェックしても銀の姿はなかった。この監視システムは3回しか映ってないんだ。やっぱり銀はまだ1階に。まずい、誰かこっちに来る。え、ガシューだ。監視システムを切るよ。ふう、おや、お二人で一体何を。ん、野暮だね。甘いひとときだよ。いやいや、これは失礼。邪魔したついでに教えてよ。このモニターって全部人工知能が入ってる。その通りです。最初の試練を突破した候補者の人工知能が並んでいるのです。分かった、行っていいよ。続きをするからさ。はい、ごゆるりと。じゃあ何のために来たんや。
さて、どうするか。ノエルのチップを回収したいね。そうだ、今のうちにノエルのチップを回収するべきです。銀のことはいいのかい。もちろん心配です。でも銀はもうただの子供じゃありません。きっと逃げてここへ戻ってきます。そのためにもおまわりさんたちは脱出の方法を掴んでおくべきか。それが信じるってことかもね。おー、いいこと言ったわ。行きましょう。嘘の真似。嘘の真似。もうなんかいっぱいおるな。話しかけてみるか。よう、二人とも何急いでんだ。デート。てめえ、皿から離れろ。なんか目にね、目がレープ目になった。冗談言ってる場合じゃない。荒れた廊下で、瓦礫の部屋じゃなくて、ごめん。長い階段よ、そう。ん？なんかおる。ハンナキ、こんな久しぶり見たわ。あ、お二人ともどちらへ？ちょっと嘘をつきたくなったから、嘘の前。ダメ？ダメな。今ちょっと立ち入り禁止でして。待ってくれ、ハンナキ。勝手にそんなの。ですが、これ以上遺体を放置するのは、供養しないと。仕方ない。後にしよう、サラちゃん。わかりました。じゃあどうすんの？あ、おらんくなってる。あ、サラさん。いいところにいたね。そうさん。嫌そうな顔しないでよ。ちょっと話がしたいと思ってたんだよ。嫌です。まあいいや、何ですかにしよっか。何ですか？あれ、素直に聞いてくれるんだね。真面目に話してください。そうぜよ、時間がないぜ、そう。ありがとうございます、サラさん。キュー太郎さん、カンナ。3人で行動してたのか。大事な話、聞いてくれる？はい。ありがとう、サラさん。それで、要件なんだけど。その仲直りしたい。怪しすぎる、怪しすぎる。これは意味がわからない。どういうことですか？意味がわかりませんよ。あれ、僕たち結構いがみ合ってたでしょ。でも気づいたんだ、このままじゃいけないってね。だって僕たちの本当の敵って誘拐犯じゃないか。そうですね。もうこんなふざけたデスゲームは終わりにしたい。僕は脱出したいんだ。もちろん全員で。感動的な話だね。僕は本気です、刑事さん。だから、このパソコンをみんなで共有しない。おお、いいこと言った。てん。君たちから奪った僕も悪かったよ。でも結局パスワードが変わってて中身が見れなかったんだ。そういうことか。だからパスワードを知ってる私たちと手を組む気になったんですね。あれ、パスワード知ってたんだ。あ、駆け引きはやめよう。時間がない。こっちにはパスワード、そうにはパソコン。仲直りってのはつまり共有だ。僕は本当に仲直りしたいだけなんだけどな。まあいいや、それじゃ一応仲直りの印に、何？握手しようよ、サラさん。え、まあ、してやるか。はい。お。てん。なんだ今のは。ほら。カンナもサラさんと仲直りしたよ。てん。カンナ、みんなとしよう。ほら、手を出して。カンナの小さい手を優しく包んだ。カンナは、何度もサラさんを裏切って。やめてくれ、カンナ。私たちは仲間だ。サラさん。俺は。はいよ。お前さんか。まあ、ありがとう。よ、見てたぜ、サラカンナ。レコさん。何があったかわかんねえけど、わだかまりがなくなったならよかったな。はい。あの、レコさんも一緒に見ませんか？カイさんのパソコン。え、いいのか？もちろん。それじゃあ、つけるよ。おう、パソコンや。おう。開けたな。この中に脱出に使える手がかりがあれば。これだな。サラと名前のついたフォルダ。パスワードでロックされてる。開けない。ゴミ箱は？
データを捨てるためのゴミ箱だ。お、指令8と名前のついたファイル。カイ、いつも自動陰家の見張りご苦労。自動陰家では最近お手伝いさんを募集しているそうだな。いいタイミングだ。カイ、お前が自ら雇われて潜り込め。必要な資料は組織で用意した。このファイルにまとめておく。これ偽造された履歴書だ。写真だけは返した方がいいか。結構古いけど。子供の頃お手伝いさんがいたのが知ってたけど、私がここに行っている間だけだったから姿を見たことないんだよな。まさか家にいたのかな、カイさんが。なるほどな。カイさんが昔地動院家にね、働いていたというね。お、指令59と名前のついたファイルだ。ちょっとお茶飲ませてくれ。カイ、いよいよデスゲーム計画が現実味を帯びてきた。ついに組織のためにお前が役立つ時が来たのだ。指導員サラを結婚日まで護衛し、健康な状態で確保しろ。そして関係の深い手綱城と広瀬涼子についても可能な限り目を光らせておく。人員は増やせない。いいか、大役を果たすんだぞ。カイ、城と親友の涼子のことまで書いてある。誰やったっけ涼子って。ファイルには城と涼子についての身辺調査書と写真が載っていた。まさか涼子まで巻き込まれる予定だったの。サラさんの好み、これはカイさんが自身で作成したファイルなのか。サラさんの大好きなもの、いちごジャム、栗きんとん、こしあんトースト。当たってる。ペーストばっかりだな。サラさんは偏食なくよく食べる。特に甘いものが好き。また一歩サラさんを理解できて嬉しい。以降もずらずらと書いてある。カイのやつ、サラのストーカーだったんだよ。今思えば食卓にいつもペースト的なものが並んでた。エッチなファイル。マジかよ。絶対釣りやろこれ。エッチなファイルっていう名前の重要なファイル。逆やな普通と。普通はそのエロフォルダーになんかね、カモフラージュ的ななんか仕事とか書類とかそういう名前をつけて、そこにエッチなもん入れとくけど、その逆やな。おい、やめとけってそんなもん。私だって気が乗りませんが。画像ファイルじゃないねそれ。え？私は恐る恐るファイルを開いた。中には全く理解できない記号や文字列だけの文章が延々と書かれていた。さっぱりだね。カイの趣味は信じがたいよ。これってなんつうか、プログラミングとかいうやつなのか。こんなの私たちには解読できない。俺にもできない。俺もプログラミングは勉強したことあるけど、マジでわからんかった。もうあれできる人は天才。サラさんへと名前のついたファイル。こんにちはサラさん、私はカイです。こんな事件に巻き込んでしまって本当に申し訳ないです。これ、このデスゲーム中に書かれた文章だ。サラさん、もしあなたがこれを読んでいるのならお伝えしたいことがあります。私、佐藤海はとある悪い組織に所属するエージェントでした。それも殺し屋として教育されていました。ほう、殺し屋。しかし幼き日に下された暗殺指令を私は遂行できなかった。人を殺めることができなかったんです。父には失望され、組織での立場は弱いものでした。そんなある日、とある仕事を任命されました。それがあなたを影から護衛保護する任務です。といっても初めは重要視されている仕事ではありませんでした。デスゲームの開催、これが現実味を帯びてくるまでも。へっ、デスゲームの目的は私にはわかりません。ただこれは私の印象なのですが、サラさん、あなたを中心に全てが動いている可能性があります。てん。もちろん私はサラさんがただの被害者であることを信じておる。みんな目線はサラさんがその死亡者側なのかもしれないっていう感じになるな、これ。ただ組織はあなたを必要としている。そして彼らは手段を選ばない。組織の名前はアスナロ、優れた
科学技術を多方面に持ち合わせている裏の組織です。名前ダサいな。アスナルド。びっくりした。どうしたの。俺が世話になった孤児院と同じ名前ぜよ。落ち着きなって、先を読もう。このデスゲームは娯楽や復讐によるものではありません。組織にとっては避けては通れない使命のようです。父はそう信じていました。父って。父は組織に狂わされました。もしかしたら退治する時は来るかもしれません。その時は父をガシューを倒してください。ガシューが父親か。あれ人間なんやな。ガシュー。サラフォルダに調査した資料をまとめました。もし私がすでに死んでいるならあなたがお使いください。パスワードはあなたの母親の名前。何かの力になれればと思います。どうか騙し合い殺し合いの渦に飲み込まれないで、あなただけでも生き残ってください。武士はここで終わっている。カイさん、私たちは今みんなで力を合わせてます。ちょやべえ、喉が本当に渇く。すまん。なあそう、これでサラの疑いは晴れたんじゃないか。え、お前さん言ってたじゃねえか、サラ会長は手を組んだ黒幕だとかなんとか。それは売り言葉に買い言葉だよ。僕もあの時は冷静じゃなかったんだ。ごめんね、サラさん。仲直りできて嬉しいよ。で、これ見ればいい。サラフォルダ、パスワードは私のお母さんの名前。ゆっくりと母親の名前を入力した。開いた。さあ。個人的なお礼と名前のついたファイル。こんにちは、カイさんです。すいません、この文章はデスゲームとは全く関係ないです。サラさん、あなたに佐藤カイとしての個人的な感謝を伝えたいのです。私は地道院家に大変お世話になりました。お手伝いさんとしてあなたのお父さんの仕事や家事を手伝わせていただきました。もちろんそれはあなたを監視するという組織の仕事のためでした。最初、家族同様に接してくれるあなたのお父さんに私は嫌悪を感じました。組織のエージェントとして幼い頃から訓練されてきた私は愛情というものに触れたことがなかった。なるほどね。怖かったんです、自分が変えられていくのに。しかし、いつしかあなた方一家を守りたくなった。この目でサラさんが成人を迎えるのを見守りたくなった。初めて生きる目的ができたのです。指導員家と出会えて本当に良かった。長いな。ありがとうございます、サラさん。カイさん、人物調査データ。どうもカイです。実は昔の ID を使ってごく一部ですが組織のデータにアクセスすることに成功しました。その中でデスゲームの参加者に関するデータを発見した。へっ。といってもほとんどの参加者のデータが持ち出せないようプロテクトがかかっていたんですが、ある男だけプロテクトが外れてた。ほう。どうやら彼のファイルは一度削除されたんですが、何らかの理由により復元されたようなのです。誰だこれ、誰だ。そうか、こいつは。どうしたんですか。違うの、そうじゃないの。誰。なんだ、みんなの様子がおかしい。みんなこの人を知ってるのか。うはごめん、僕少しだけトイレ行ってくるよ。彼のことは名前すらわかりません。しかし組織が人物ファイルを削除する理由は一つ、死亡です。もし彼がデスゲームより前に死亡したとして、わざわざ復元された、つまり生き返ったということでしょうか。は、生き返った。だどっかで見たはずなんだこいつ。なのになんで思い出せない。お前さんもか。カンナもどっかで、でも何も思い出せない。誰か名前を知ってるやつはいねえのか。あ、ソウさんと同じマフラーをしてますだよね。彼についての謎は私には解明できませんでした。そして奇妙な点がもう一つ、デスゲームの参加者は20人ほどいたはずなのですが、全員分の人物ファイルがないということです。これを私なりに推測すると、どういうこと。お、話の腰を折られた。な、この音は役職カードの交換だ。それどころじゃねえ。この場にいない誰か。
役職チェックするか。タブレット確認しましょう。あ、お前さんたちもしっかりチェックしとくぜ。じゃあ、なおかそうやな。なおかそうだけは直らんの。タブレットを起動させて、あ、変わってない。うん、私は鍵番だ。さあ、パソコンの方を。うう、変わってしまった。あれ、身代わり。例えば3度目の交換が行われました。見間違いじゃない。誰かが私とカードを交換したんだ。それもよりによって身代わりを押し付けた。ありえない。だって私はみんなのために。何やったっけ。あ、苦しい。あれ、息の吸い方が。どうしたサラ。俺と同じカードだな。どんな気分だ。落ち着け。私は今パソコン。大丈夫、必ず死ぬカードってわけじゃねえ。お前は俺を殺したけどな。サラちゃん、落ち着いて。あ、肩から温度を感じる。あったかい。でも幻影は消えない。カードを交換しなきゃ。私はメダル50枚以上持ってる。そうだ、確か財布は寝室に取りに行かなきゃ。バレるじゃん、そんなの。バレるじゃん。みんなの視線も脇目も振らずに走り出す。はあ、はあ、財布どこに。財布、財布がない。なんで、どこを探しても財布がない。どうして私がなくすわけないのに。死にたくない。他に何か手は。嘘の間。アリスさんのメダルを剥ぎ取る。再び走る。遺体を回収される前に。私の未来のために。ない。はあ、はあ、そんな。アリスさんの遺体は綺麗に片付けられている。嘘だ。なんでそんな。これじゃ私は、どうしたら。サラさん。ハンナッキー。ちょうど掃除が終わったところです。もちろん遺体は丁寧にいたしましたので。ここが最後のチャンスかもしれない。ハンナキーを騙す。騙すぜ。私のメダルが落ちてなかったか。え、財布を落としたんですか。どこにもありませんでしたわ。あ、そうじゃない。アリスさんにメダルを預けてたんだ。ある作戦のために一時的に全てね。悪いやつだ。生きていたら返してもらうはずだったんだ。死者のメダルを没収するだなんて私たちは聞いてなかったからな。だから返してくれないか、サラさん。あの、アリスさんはメダルなんて持ってませんでしたよ。え？すいません、忙しいのでこれで。どうなってる？アリスさんがメダルを持ってなかった。ありえない、アリスさんはメダル所持数で上位だったんだ。う、私を落とし入れるために誰かが。くっくっく、あれなんでもない。はっはっはっは。よう、楽しそうじゃん、サラ。ああ、もう何も考える気力が湧かないんだ。結局、サラもさ、本気で脱出できるなんて思ってなかったんだよ。そうなのかな。なんとなく、みんなのために希望を見つけておいて、人望のない奴が死ぬ、そう思ってたんだろう。それは違う！それは違うよ、ジョン。希望が必要だったんだ、私は。前を向いている限り、お前を殺した現実から目を背けられる。でも帰った先の未来は真っ暗にしか思えないんだ。なんだよ、サラ。死にたがってたのか。そうかもな。きっと心のどっかで私は。ふっふっふ。ジョー、ようやくお前から逃げなくて済みそうだ。お。マスカ、交換できないのか。あ、おー、来た。しっかりするにゃん、サラ姉ちゃん。銀。ジョー兄ちゃんなんてどこにもいないにゃん。変なもの見ちゃダメだわ。なんで銀がここに。なんでって、そんなサラ姉ちゃんを元気づけるために決まってるわ。めっちゃいいやつやん。銀、お願い、正気に戻って。本当のジョー兄ちゃんを信じてよ、サラ姉ちゃん。ジョー、信じる。何もできなかったのはサラ姉ちゃんだけじゃないにゃん。僕だってみんなだって悔しかったわん、苦しかったにゃん。なのにジョー兄ちゃんは最後まで笑顔だったにゃん。他の死んじゃったみんなだって、残された人のことを最後まで思ってたわ。きっ
とみんなで生き返ってほしいって思ってるから。だからサラ姉ちゃんが本当のジョー兄ちゃんを信じてあげなきゃダメなんだよ。本当のジョー、わからない。もうずっと見失っている気がする。いつも一緒にいたあいつの姿も、私に正面から立ち向かう勇気があるのか。お、なんだ、芸人立ち、あ、ちょっと待って、セーブしとこうか、セーブしとこうか。なんかあのアクションゲームが始まるかもしれんで、セーブしとこう。さあ立ち向かう。サラ、お前はジョーなんかじゃない。襲い来る、やっぱり始まった始まった。襲い来る魔の手を全て跳ね抜ける。さあ来た、こういうことね、こういうことね。ああ、なるほど、なるほど。そういうことか。そういうことね。簡単すぎる。簡単すぎる。めっちゃ簡単やん。もっと一度にいくつも出てきてもいいんやけど。お、やったか。チッ、もうお前は壊れてるんだよ。完全に消すことなんて無理だ。またな。よし、やったぜ。ソロ姉ちゃん。銀、ありがとう。私は大事なことを忘れていたな。元に戻ったわ。あ、みんなで生きて帰ろう。もう誰の命も奪わせない。誘拐犯の思い通りにはさせない。珍しい立ち絵が出てきた。うん、力が湧いてくる。私一人の命じゃない。みんなを守るために前へ進むんだ。行こうわ、サロ姉ちゃん。あ、銀が仲間になった。え、なんか能力が使える。とりあえずどこへ向かうの。そうだな。あ、メロンソーダもんだから出口を引き出すのはどうや。サル姉ちゃんの威圧感で泣かしてやるんだな。そういえば、トトノエルを回収したのはハンナキーか。尻尾を見つけるなら急いだ方がいいかもしれない。え、本当に泣かせに行くにゃ。とりあえずこれをね、調べたい。何か落ちている。これなんでにゃ。ビデオ、なんだか見覚えがある。景品交換所にあったビデオか。あ、これナオさんが買った犠牲者のビデオだ。確か中身は警察官の服装の女性が鎖につながれて、男性が見ている前で死の仕掛けが発動した。あの男性の後ろ姿、刑事さんに似てたけど。なお姉ちゃんが落としたわ。なんでこんなところに。よしよし、ビデオをゲット。どうすればいいんだ。ハンナキーが医務室か。あ、なお姉ちゃんが。あ、サラちゃん、銀くん。お姉ちゃん何してるわ。ちょっとハンナキーさんを探してて。なぜですか。なぜハンナキーを。あ、いえ、大した理由ではないのですが。ここにいないの。確かに医務室へ入ったのを見たんですが。医務室へ入ったのを見たけどいないのか。どこに行けばいいと思う。瓦礫の部屋とか。あ、こっちからはもう行けないんやな、どこだ。自分の寝室ではない。長い階段。あ、長い階段、ここやった。モニタールームか。違う。おいおい、景品交換所か。誰もいねえよ。待て待て待て、憩いの場ぐらいしかなくね。もう、カンナは静かに会話している。はい、ソウさんは本当に脱出のためにいろいろと。ソウさんについて話してるか。声かける。カンナ、サラさん、もう大丈夫なんですか。あ、さっきはちょっと具合が悪くなって。座ってください。です。ぜひ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 。いや、いいよ。カンナが先に座ってたんだから。では、カンナはサラさんの膝に座る。いや、それより、ソウさんがどうかしたのか。さっきソウさんへパソコンを返却しに行ったんですが、脱出の作戦を進めてるみたいでした。本当なのかさや。
本当にさっきの言葉は真実だったのか。きっとみんなで帰る方法を蘇さんが。だからどんな役職カードを持ってたって関係ないですよ、サラさん。え、カンナ、どういうことだ。デクさんは静かに会話してる。信じられねえよ、カンナ。本当にそうだ。捜査について話した。エコさん。おう。レコさんは全てを受け入れるような笑顔でポンと私の肩を叩いた。エコさん、顔色も戻ったし、元気そうでよかったよ、サラ。すいません、あの時は。いいって何も言うな。それより、あの後もパソコンを調べたんだけど、大した情報はなかったんだ。そうですか。もうちょっとパソコンに詳しければ何かできそうだったんだが、そうも言ってられねえ。別の手を考えなきゃな。みんなあれだね、サラが身代わり持ってるってこと知っとるんじゃない。どこ行けばいいんやろ。どこ行けばいいんだ。なんか積んでないか。ああこれか。なるほど。いや、何か変な匂いがするわ。どんな匂いだ。いやむむ、あ、血と焦げた何かの混ざったような匂いが。何、大丈夫ですか、お二人とも。多分そのガラス像の中から。このガラス像って確かあいつの人形が。開けてみるわ。あっ、銀。中には何もなかった。そうか、何かおかしい。待てよ、なら人形はどこへ消えてしまったんだ。あ、それ姉ちゃん、この奥続いてるわ。なんだって。もしかしてその先にハンナキーさんが。入ってみるかにゃん。行くなら私も。行くか。真っ暗な空間が奥へ続いてる。どうしよう。あ、ちょっと重要なやつやなこれ。ここで終わっとくか。うん、このいいところでね、いいところで終わっときますよ。よし、では次回もね、ぜひ見てください。皆さんありがとうございました。動画を最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いします。そして今関連動画も貼ってあるんで、よかったらそっちも見てってください。じゃあありがとうございました。失礼します。